皆さんこんにちは、アゴラジオの時間でございます。パーソナリティは私アゴラ編集長新田哲司と、フェローの宇佐美典也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇佐美さん、もう正解は国会始まる前にすごいパコリーヌ騒動でいやこれはこれすごい激化頑張りたくないけど、流行語大賞の写真見ました？いつのやつ？いや日本シネで映画もらった時に横にゲスフリンっていう、あったあったあった写真、あの写真傑作でしたよね。すごいタイミングだよね。まさかわずか1年1年も経たずにこうなってしまうかっていう。でなんかまた面白いじゃないですか、一線は越えてないと、打ち合わせをしていたとしたらホテル の泊まってた部屋の画像が流れてきて、すごいツインベッドに、机が1個あって夜景が見える椅子が2つってるんで、なんかここで品川の某 P ホテルらしいんですけど某 P? あ、マジっすか？いやあそこかなんからしいよ。なんかそんな風になんかもっともらしくなんかなんかまあ多分でも品川のホテルってあそこぐらいしかなくて、まあ、水族館とか行ってたのかな、なんか言ってもね、なんかそこの階のそこのホテルネット民すごいなと思ってもちゃんと見つけるからね。いや多分 P ホテルだと思うんだけど、いやちゃんと夜景見ながら打ち合わせしたのかなと思いながらだと打ち合わせだよって感じだよ。なんかまだネット民って面白いなと思って、なんかこうすごいよね、ハッシュタグとかで不倫バレたのは私だ日本シネットかでいいかもうなんか10分ぐらい笑いとんなかった。いやしかもね、民進党公開ドタバタだったって、ああこれひどいなと思ったの、あれですよ、本人 の山本さんがその離党する会見の時に、わざわざ大津市でインタビューボード、民進党って書いてあるインタビューボードをそのままにして、そのままこれから離党する人会見なのに、バックのインタビューボードをそのまま民進党そのまま放置してるんですよ。もうあれも結構笑えて、ちょっともうなんか普通の企業の広報対応だったら考えられなくて、もう普通企業の謝罪会見とかだったらもう真っ白とか普通のあれらしいじゃないですか。わざわざインタビューボードみたいな宣伝の確かに民進党の混乱をね引き立たせますからね。あれもね見ててね、結局だから離党しちゃったんでしょ、離党する女やったなって気もするんだけどね。いやまあね、本当いろいろ矛盾しますよね。だって本人たちは不倫してないよっていうふうに言ってる以上、じゃあなんで離党しちゃうって、そこはなんかロジック通らないしよくわかんない展開になってて、思うのがその、まあ、前過去の発言との整合性で、まあ、辞職するかしないかみたいのはまあ、論点としてあっていいと思うんですよ、だって今自民党の宮崎議員に対しては辞職も取れたわけだから。でも今回はなんか離党で終わるっていうのがなんかそれもまた変じゃないですか。変だ、誰に対して責任取ってるかっていうと、まあ、党員に対してなんでしょうけど、それ以外の人にとっては何も関係ないですからね、だから何なんだろうとか思いつつ、だからそれを、ね、認める執行部もちょっとなとか思ったんですけどね。だから本当橋本さんあたりにこの程度のことで、救えない、まあ、あんたが言うなっていう感じもするんだけど、まあ、とりあえず、まあ、それはそれで確かに。でもね、これでさ、その山本さんがさ、細野豪志とかと合流したら、めちゃくちゃ似た政党だよね、浮気新党みたいな。もうなんか浮気新党で、ちなみに今週も、ツイート、今週は結構いただいてきました、ありがとうございます。ありがとうございます。筒井さん、相変わらず、もう毒吐きまくってますよ。なんか山尾氏ですが、3日後のお肌にツヤツヤぶりに若い男のエキスは最高のアンチエイジングと思いましたちょっとこれはでもやっぱあれですよ、34でも若いわけに入るわけですね。ああそっかそっか、まあ彼女43か43で倉持君でもなんかすごいっすよねって34で43のカップルでなんか、しおちゃんとか言われたらしいじゃないですか。しおちゃん、そう、山尾しおりだから、へえ、そうなんだ。その女子力ってすごいなと思って、改めてそのなんか女子界隈で山尾しおりを評価するっていう、そういう動きが出るらしいですよすごいな、女子力高かったんだっていうことですよね。ちなみに筒井さんは続きまって、政治家プラス育児プラス週4回深夜デートを可能にするタイムマネジメント法、そして深夜に5歳の子供を預ける手段、かっこ実母と同居、住み込み家政婦クエスチョンが知りたいですまあちょっといやそれやっぱ本出してもらわないと、これそうですね、なんかこれはもうちょっと、まあ、ちょっと確かにもう女子会なんて5歳6歳の子供を確かにちょっと深夜に、まあ、議員会館にいたのか愛知の地元の方にいたのか分かんないですけど、なんかそれもうんって感じはねちょっとするんですが、まあ
かしもまあでも多分まあまあまあ好意的に好意的かどうか分かんないけど好意的に言うとやっぱ国会会期中って議員って深夜帰りになるからもともとやっぱりこう預ける体制っていうのはまあ整えていたというか周りで協力して作ったと思うんですよ。ただまあ周りからしていれば国会の仕事と思ってたあのちゃんと面倒見てたのにお前週4でプレスホテル行ってたのかっていうのはちょっとショックですけどね多分。ああなんか週4で、あ週4で3日以内週4でプレスに行ってた、プレスの部屋であるとか、いろんなとこ渡り入ったわけですね。またそれもまたそれも微妙だけど。あすみません、なんかあのホテル名言っちゃったけど、一応多分そうだろうということですね。多分ですね。多分ですね。あくまで P ホテルです。はい、だって今とかじゃ P 入れといた方がいいな。P ホテルだけにね。そう、あとちなみにちょっとその延長で辻さんもう一個言ってですね、NHK ではじめ報道各社で内閣支持率が回復してるんですが、内閣支持率回復って、パコリヌ騒動が効いたんでしょうか。盛りかけの賭けの方はこれで収束すると思いますか。民進党がやってないことを証明しろ、説明責任って迫るとそっちこそ説明しろってなるっていう、まあおおむねそうなのかなって気もするんですけど、どうですか内閣支持率の回復については。やっぱり現実の、ね、脅威の前には、やっぱりなんかスキャンダルもどきみたいな吹き飛ばされたっていうことはと思うんですけどね、北朝鮮ですね。若干森友に関してはね、なんか今議事録出てきたみたい、みたいで、まあそれはそれでちゃんとね責任は追及すべきだと思うんですけど、まあまあでもやっぱり北朝鮮の水爆っていうか ICBM とか核と森友問題比較したら、まあ重要性ってどっちかって、まあ普通の国民だったら、まあ北朝鮮対応って言いますからね、まあ、なりますからね、吹き飛びますよね。だから何人か政治評論家の方とか言ってましたけど、まあ結局その安倍さんがまあ結局ね、まあいろんな政治のまあ、なんか任せて安心かというかいろんな選択肢を見た中で、まあとりあえず安倍政権安全保障は一応ちゃんと力を入れてやってきてるんで、まあ安倍さんしかいないよねっていうところが、まあ結局消極的支持なんでしょうけど、まあこの辺の回復ぶりっていうのは、まあ3ヶ月ぶりになかなかあんまりないパターンですね。やっぱり1回落ちるとでガガガガッといきますからね。いやなんか強運の持ち主ですよね、やっぱり。結構小泉さんとも共通しますね。小泉さんも結構ガタツ何回か下がったけど、やっぱり要所要所で復活してますから、ね。まあ、あの人も北朝鮮で復活しましたから、困った時の北朝鮮実は持ちつ持たれずの関係だっていう、いやでもやっぱ安倍さんでじゃあいいかっていうと、やっぱこう対北朝鮮ってやっぱ日米韓でやんなきゃいけないから、やっぱ韓国外交ってここで立て直さないとちょっとまずいんじゃないかなと思ってて、今ね、せっかく民進党新しい体制にあったんだから、実際朝鮮半島で有事があったら、どういうふうに邦人含めたその在韓外国人っていうのを避難させるかっていうことはちゃんと詰めていかなきゃいけないと思いますよね。まあ、それこそね、やっぱ命を守るっていうことに関しては与野党ないわけですから。だから本当は前原さんは一応ね、売りの一つが安全保障なわけだから、民進党からきちっとね、そういうことは責任ある、そう、言ってほしいですよ、ね、具体的に例えば、まあ、朝鮮半島で有事があって、で朝鮮半島から、まあ、日本に、まあ、日本人が避難すると、まあ、これは多分その自衛隊出てもいいとかいう話になると思うんですけど、じゃあそのフィリピン人とか、アメリカ人がとりあえず日本に避難するっていう時にそれを自衛隊が守っていいのかとか、まあ、そういうのはちゃんと国会で詰めていかなきゃいけないですよね。まあ、集団的自衛権で適用するのか、とまあ国連軍で別枠で適用するのかっていうのはやっとかないと、やっぱりその本当に起きた時大変ですからね。さて政治の話、少し都政の方に行きたいんですが、この収録の直前というか前日に飛び込んできたんですけど、都民ファーストの会代表辞任ということで、お一人すでに、ツイートを上げていただきましたが、まあちょっとまだね情報が錯綜してて、なんか議会で、まあ、僕もちょっと取材したんですけど、はい、何人かなんかまあなんか議会でもうみんな各野党会派が手ぐすね引いて野田さんターゲットにして待ってたっていうね、いう話が、まあ、警戒したんじゃないかって話もあれば、なんか、本人が政界にいよいよ選挙に打って出る方向で小池新党国政政党立ち上げも準備を専念したんじゃないかとか、週刊誌がなんか
文書法があるんじゃないかとか、まあ、なんかまだ情報錯綜してるみたいで、ちょっと要は真実わからんのですけど、まあ、何でもいいんですけど、うん、どうやってその都民ファーストっていうのは代表が決まるかわかんないですよね。いや本当そうですよね。いやもう超密室で決まってますからね。いや本当密室だって代表選どころかもう、しかも気がついてできてみたらなんか1年生 の、ね、女性議員っていうのはよくそう、元北先生がなんかブログでこれから事実を確認しますみたいなことを挙げてて、いや この政党は一体どうなってんだと思いましたけどね。いやつい一頃もだって都議選前までの都議会幹事長ですよ。だって音喜多さん、音喜多先生とかさ、うん、ちょっと前までさ都議会のブラックボックスがとか言ってた人だよ。そうだよめちゃくちゃ自分の政党がブラックボックスなのにさ、なんぼ言われんだもんな何やってんのって話だよ。いや本当にさすがにあのね、彼のフェイスブックのコメント欄とか支持者の人たち見てるとさすがにだいぶもうなんかでもさ、と我慢しき、もういつまで我慢してんのお前みたいな感じで、なんかだいぶだってそもそものさ全ての原因を作り出したのは音喜多先生だからしょうがないよ、ね、だって舛添さん引きずり落としてさ都議会自民党がブラックボックスがとか言ってさ、うん、でこれから新しい政なんか、うん、なんか政治を作りますとか言った結果これだからね、うん、まあそれはもう本人責められておかしくないよね、うん、なんかちょっと長くなるけどさツイッターとかでさ音喜多先生めちゃくちゃ炎上しまくってるけどさ、うん、そりゃお前噛みつかれるよとしか思わないよね、うん、あとあの今週ね都政関連でアゴラで注目を集めた記事といえばあのこの柳さんですね、あの川松さんの記事で、うん、川松さん自民党の方がですね例のあの市場問題で特別顧問をやってるあの小島敏郎さんがですね一応私的に市場関係者の説明会出たということなんですが、その内容を入手して、でそれをあの議事録をですね、議事録というか、まあ、起こしたらしいんですけど、発言録を起こして、それをアゴラに投稿して、これ結構読まれたんですけど、あのまあね、彼は果たして公人としてなのか、まあ、一応私人として扱いで言ってるんだけど、まあ、やっぱりなんかその内容からするとちょっとだいぶかなり踏み込んだことを言ってるんじゃないかという指摘もありますが、どうですか？なんか、だからこれ難しい問題なんですけど、うん、まあ、法律上は一応顧問っていうのは私人なんですよ、うん、法律上は、うんうん、ただ小池知事の小池都政っていう中で、うん、ほとんどその正規のルートで意思決定が行われてなくて、うんうん、顧問団の会議で意思決定が行われていて、うんうん、まあ、豊洲移転の話、うんうん、まあ、豊洲1回行って築地行ったみたいな方針も公式の議事録には何も出てこなくて、うんうん、その顧問団で決めたみたいな話がある中で、うんうん、考えると、まあ、実質公人なんじゃないのと、うんうん、でその顧問団に入ってるんですから、まあ、そうですね、で、そういう人が、まあ、築地行ってなんか今こういうこと動きありますよと、うんうん、都の実態役はとか今小池知事について考えると仲卸しは全員死ぬんだみたいな、うんうん、全員もうのたれ死ぬんだみたいなことを言われるとそれはまあ普通はねその公人の発言と受け止めますよね、うんうんうん、だからまあ法律上の議論と、まあ、そのなんかこう実態の議論がちょっとかけ離れてて、うんうんうん、まあ、そこが問題ですよね。結局その小池知事のガバナンスの問題ですよね、うんうん、さて、最後の方になりますが最近アゴラで取り上げてる EVEV で1個、まあ、池田が結構最近書いてるんですがまた最近その関連記事が出てますけどもこれに関する電力業界の本気度合いはどうなんでしょうかねということで、1個来てまして、ガソリン含む石油資源発電そして配電充電を完全に抑えれば自動車業界は従わざるを得ないインフラ整備で金は動くので GDP 押し上げという大義名分は立つ、原発で地に落ちた電力会社の社会的地位それをどう回復できるか次第かと思いますというご指摘が来ております。なかなかよくまめに見ていらっしゃるウォッチャーだなと思うんですがだ、ね、あの朝日新聞の元記者の方がプレゼントオンラインに書いてた記事ではなんかEV の話なんかちょっとまだ上滑り感があるじゃないけど結構懐疑的に見てましたけど、まあ、そしたら今日の日経で一面では中国もフランスイギリスに追随でなんかガソリン車をやめるという方針を出すんじゃないかみたいな話も出ててかなり EV 界隈はかなりなんかいろいろ注目されてますがなんかどんな風に見ていらっしゃいますか？なんかこう僕も経産省時代ちょっと EV と電力みたいなことを担当したんですけど、まあ、いわゆるスマートグリッドみたいなの、みんなやっぱパソコンと、うん、あの、まあ、IBM とマイクロソフトみたいなのやっぱ重ねたがる傾向はあるんですけど、うんうん、まあ、いけなそうですねやっぱ昔の当時の半導体みたいに電池の性能がすごい上がってるわけじゃないんで、うん、なるほど。だからちょっとあんな簡単にはいかないと思ってて、うんうん、もしまあこう EV 普及するんだったら、うん、やっぱこうめちゃくちゃ規制入れて基本的にはガソリン車ダメよっていう、うん、まあ、近距離は全部 EV にしてくださいっていうような
方向の規制が入らないとやっぱ普及しないですよね。うん、でそれやるのっていう感じはありますけどね、まあ、めちゃくちゃ地方分権してるところだったらできるかもしれませんけど、うん、日本みたいなところだとちょっと難しいんじゃないかなって気がしますけどね。結局、うん、その電気スタンドもね、普及しないんじゃないかって。いや、まあ、電気スタンドは別に普及なんかしなくて、そのコンビニに置きゃいいから。あ、なるほど。なんか電気スタンド自体は全然問題ないんですけど、うん、問題はコストと航続距離ですよね。うんうんうん、この辺ね、結構あの EV に関してはイノベーション論と絡めてだいぶ各メディアも、まあやっぱりエコノミストがなんか、まあ、私読んでないですけど、エコノミストがなんかあの向こうの方ではあの EV で相当力を入れるあたりでだいぶなんかちょっと流れができてきた感じがあって、で日本でも、まあ、少し大体まあこういうのは半年くらい遅れてね盛り上がってくるのでまああの今後またあの最初はまあ経済誌とかうちのアゴラのような割とちょっと先走ってるメディアが盛り上がると思うんですけど、だんだん今年から来年にかけてまたこの問題がいろいろ盛り上がってくるかなと思いつつ、なんかまだまだ意外に自動車業界も電力業界もまだそのことのあれについてなんかまだあのそんなに盛り上がってるような盛り上がってるようなちょっとよく分かんない感じもあるので、まあ今後ちょっと注目は引き続きしたい。なんか思うのはやっぱり太陽光発電が大量に導入されると需要を超えて発電するね、太陽光発電って、うんうん、それを何かで吸収しなきゃいけないんですよ、うんうんうん、まあ、そういう時に、まあ、電池に当てるみたいな話っていうのは割と相性がいいんで、うんうん、まあ、そういう文脈でちょっとずつ広がっていくかもしれないなとか思ったりするんですけど、うんうん、あんまり今ガソリン車の性能の方がいいんで、うんうんうん、普通に市場に任せていて EV は広まっていくって感覚はないですけどね。まあ、この辺はね、革命的なブレイクスルーが起きるのかどうかも含めてまあちょっとね、これは非常に今後また EV 大改革、大改革が大改革だから顧問団によってトセとも最後結びつけ、いや絶対 やってくると思いますよ小池知事とか EV とかあーねー、好きだからね、クールビズ含めてね、本当環境も好きだからね、確かにね、いやいや本当にこれは非常に面白くなるなと思います。ということでアゴラジオ、またなかなかやっぱりまあ山ショックで結構盛り上がったきっかけで、盛り上がりつつありました。またツイートまた復活できたので皆さんぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、お相手は私パーソナリティアゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやでした。どうもお疲れ様でした。